はい、フリーランスライターの古川です。いつも記事をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日、ご紹介しますのはこちらです。こちら、あら、こんな感じですか。はい、カゴメのですね、野菜生活100っていうシリーズ、まあ、ご存知と思いますけども、そのシリーズで季節限定のですね、ものが出ます。ていうかもで、一部出てます。でこれが冬バージョンとしてですね 1,2,3,4,5,6,7 7個、ラインナップされることが発表されまして、でとりあえず9月、もう8月には発売しているのかな、青森リンゴが、発売されてます。それから10月バージョンとしてまだ発売されたばっかりだと思いますけども、愛知いちじくミックス、ヨーグルト風味ですね。愛知いちじくミックスヨーグルト風味で、9月が、青森りんごミックスで、以降ですね11月にですね、有田みかんミックス、それから12月は甘おかな、甘お、それから12月2つあるんですね、甘おと、ラフランス、それから1月にデコポン、それから2月は何だろう、白桃、桃ですねが、発売されることが、決まってます。でまだ物が、今手元に2つしかないので、今後随時ですね発売されたら、まあ、来年の2月ぐらいまでですかね、紹介していきたいと思います。でなんでカゴメを取り上げたかというと、実は私以前ですね、トマトジュースの取材で工場に行ったことあるんですよ。で栃木県のですね、栃木県、そうですね、那須工場に行ったことがあるんですけど、で、まあ、もちろんこれとは違うんですよ、これとは違うんですけども、実際に那須の工場でトマトジュースを作ってるところを見まして、いやすごいんですよ。トマトそのものも、別になんか要するに八百屋さんでトマトとして並ばないトマトを、要は形が悪いとかね、潰れてるとかいうのをジュースにしてるのかなっていうふうにこう勝手に思ってたんですけど、そうじゃなくて、そのトマトジュース専用の品種をですね、地元の農家に作ってもらって、カゴメが全部買い上げて、まあそのジュースにしてるっていうのを見て、その製造工程も見たんですけども、もちろんその大量に生産してオートメーション化されてますから、もう工場なんですよ、もう手作業なんてあんまりない、人の手が介することほとんどない、もう自動なんですけども、それでもねやっぱり畑も見ましたし、そのジュースに対するその思い入れっていうのが、カゴメっていうのはやっぱすごいなと思って、まあ、もちろんその日本のこういう野菜ジュースとか、こういう系統のこう、ね、トップメーカーではありますけども、まあ、それでもちょっと今まで思ってた、イメージを覆すようなちょっと衝撃的な、すごいものがやっぱできてるんだなっていう風な、取材を一度したことがあるので、カゴメのこの野菜ジュースっていうのは、トマトジュースも含めてですけども、非常にちょっと好感が、ありまして、個人的にで取り上げることにいたしました。で、このシリーズっていうのはですね、これは愛知のいちじくですけども、このシリーズって言いますのは基本的にその地産地消、まあ、いろんな、地方の、まあ、都道府県の、その土地の、まあ、名産名物って言いますか、そういったものを、使ってですね、で地産地消といってもこう発売は全国ですると思うので、要はその地方のおいしいもの、地元のおいしいものっていうのを、野菜ジュースにして、まあ、全国のこう皆さんに味わってもらいたいっていう思いもあってですね、でたくさん、取れるわけでも多分ないでしょうから、期間限定で、
それもシリーズ化して発売していくということのようです。まあ、地産全消というんですね、その地元で取れたものを地元で食べるのが地産地消ですけど、地元で取れたやつを地方で取れたやつを全国で食べるから地産地消じゃなくて地産全消、全国の全ということのようです。で、ちょっと動画にしたのはですね、実際飲んでみようと思って動画にしたんですが、私はまだ飲んでません、飲んでませんので初めてのリアクションですが、まずあの青森リンゴミックスからいきます。でこちらはですね、もうあのすでに発売、は開始してますので、ご存知の方も多いと思いますけども、これはなんかあの、特設のホームページとかあのそういうのがあるっぽいですね。でもうこれ終わっちゃったのかな、特別ムービーみたいのも公開してまして、あのご当地アイドルの、終わっちゃったのかもしれませんけども、あのそういう特設ページなんかも解説して力を入れているようです。まあ、要はそのこの青森リンゴミックスを、まあ PR するというか、そういう意味だと思います。では飲んでみます。これでも基本的に野菜ジュースなので、まあ、リンゴが入ってたとしても野菜ジュースには変わりないと思うんですよね。砂糖食塩不使用です。で果汁50、野菜が 50%、 果汁が 50% で 100% ということです。まあ、ストローついてますので刺します。あら、あ、めっちゃうまい。これはですね、野菜ジュースというふうに言われなければ野菜ジュースとは分かりません。リンゴジュースです。あ、もう普通にごっくごっく飲めます。これ本当野菜入ってるんですかね、ちょっと疑いが、人参、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松菜、クレソン、かぼちゃ、紫キャベツ、ブロッコリー、芽キャベツ、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、白菜、ケール、パセリ、ナス、玉ねぎ、大根、キャベツ、こんでか入ってます。野菜は。で、果物はですね、ブドウとリンゴ、青森産 100% のリンゴらしいです。と、パイナップルとレモン。ブドウも入ってますしパイナップルも入ってますけども、リンゴは青森産を 100% 使ってるってことですね。うまいな。これね、野菜ジュースって言われなければ分かりませんので、あ、もう全部飲んじゃった。あ、めっちゃうまいですよこれ。うん、野菜ジュースじゃなくてリンゴジュースです。あのおそらくですね、普通野菜ジュースっていうとあの味をね、どうしてもこうイメージしますけど、お子さんとかね、野菜ジュースとかトマトジュース嫌いな方も多いと思うんですけども、これそのままパックで渡しちゃうと野菜って書いてあるので、野菜ジュース嫌いとか言うかもしれませんけど、これ多分ねコップに開けてあげると分かんないと思います。もう香りもリンゴですし、野菜の香りほとんどしませんっていうか全然しません。味もリンゴジュースそのままですので、あの普通に大人も野菜ジュースとしてではなくてリンゴジュースとして飲むとあのいいと思います。でついでに野菜も取れてるっていうことで、すごい、びっくりした。これ私初めて飲むんですけど、今先入観を与えないために、まあ、あらかじめ飲んでないんですよ。これびっくりですね。リンゴジュースそのままでした。はい。で何のリンゴを使ってるかっていうと、青森産トキ、富士の2種類を使ってるということですね。青森のリンゴね、やっぱりあの台風の影響とかでだいぶ落ちたところもあったようで、まあ、もちろんその前にあの
何でしょうか、仕入れてあるんでしょうけども、なかなか大変、台風の被害も大変だったようですので、こういった形でリンゴの消費に貢献できると、いいなというふうに思います。続いてですね、10月、これは10月16日から発売してます。まあこれも1月下旬ぐらいまではあれば発売しているそうなので、年内にお急ぎ、お買い求めください。愛知いちじくミックスヨーグルト風味です。でいちじくって私は食べたことありますけど、子供の頃に。皆さん若い方どうですかね、いちじくなんてこう山登りっていうか山に入って遠足とかで木になってるやつを思いで食べたこととか多分今の若い人はないんじゃないかと思います。山になってるやつは何も手を入れてませんので、すっごい美味しいわけじゃないんですよ。お店で売ってるやつはちゃんとこう果物として出すようにちゃんと手を加えて品種改良してますので、甘くて美味しいんですけど、山になってるやつはねそうでもないんです。だけど遠足とかで山行った時にこう自生してるイチジクを燃えて食べたりとか、してましたよね。非常に美味しい、美味しいというか子供心でね美味しい記憶がありました。皆さんひょっとしたら若い方なんとか都会の方なんかは、果物屋さんで売ってるものとして食べたことがあるかもしれませんが、あまりイチジクって、食べないですよね今はね。だからイチジクミックスがしかもヨーグルトですからね、どうなのかとちょっと飲んでみます。これも初めて飲みます。今初めて飲みます。はい、これはですね、ヨーグルトっぽさは本当に風味です。すごいヨーグルト味がするっていうことではありません。ヨーグルトっぽい風味があるんですけど、基本の味はイチジクの甘さと、ちょっと酸味があるんですね、イチジクって。その酸味がヨーグルトの風味でちょっと柔らかくなった感じ、すごい酸味が、すぐ分かるとかいうほどじゃないです。その分ヨーグルトでまろやかになってます。だけどあヨーグルトだっていうふうには思わない程度のヨーグルトです。あんまりイチジクってこんな味だったかな、多分私遠足で盗み食いしてたもののイメージのが強いので、こんなに柔らかい甘さだったかなというふうに思います。でも美味しいです。なんか本当に和の、果物テイストっていう感じが、多分ね現代風に言うとどちらかというとミックスベリーみたいな、そんな感じの味がします。例によって野菜は全く分かりません。野菜入ってるのかな、これ一緒ですかね。人参、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松菜、クレソン、かぼちゃ、紫キャベツ、ブロッコリー、芽キャベツ、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、白菜、ケール、パセリ、ナス、玉ねぎ、大根、キャベツ、多分一緒ですね。それにリンゴと愛知産 100% のイチジクとレモンということで、ここに入っているこう主な味のイチジクは愛知産ということですね。愛知ってあれなんですね、イチジクが有名だったんですね、知らなかった。愛知も広いですからね、名古屋だけじゃないので、これはですね、割合としましては、
野菜が 50%、 果汁が 45% でヨーグルトが 5%、で砂糖食塩は不使用。これ砂糖使ってないんだ。あ、じゃあもう本当にイチジクの糖分だけですね。この甘さはもうなくなりました。ということで、すごく甘酸っぱい、ヨーグルトの感はあまりないヨーグルト風味、ですので、喉乾いた時に飲んでも大丈夫です。ドロッと全然してませんので、風味がヨーグルトのだけですので、普通に喉乾いた時に飲んでも全然、問題ないと思います。ということで、もうすでに発売しているものからスタートしますけども、こうカゴメ、あら、野菜生活100の青森りんご、青森りんごミックスと、愛知いちじくミックスヨーグルト風味の2品をご紹介いたしました。で、来月から、また新しい、ものが出てきますので、それにつきましては順次出てくるごとに紹介したいと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございます。